東進 TV 大学ニュースでは全国の大学情報をお届けします。今回は京都大学11月祭にお邪魔してきました。関西最大級の学園祭として知られる11月祭、生き生きとした大学生の姿をぜひご覧ください。まずやってきたのは理学部の学生有志で行われる研究室企画ガイア祭。地球の不思議を実験や展示で紹介しています。こんにちは。こんにちは。これはどういう装置ですか？これはダジックというデジタルの地球の半球儀です。これで何ができるのですか？これは今オーロラを見ることができるんですが、例えば日本が夏の時の雲の分布であったり、大陸の、動きであったり、太平洋沖地震における津波の電波だったりというものを見ることができます。次にやってきたのはクジャク同好会が飼育しているクジャクの握手会です。クジャクを京都大学のアイドルにしようという理念のもと、毎年握手会を行っています。次にやってきたのは11月祭最後のイベント、フィナーレ&ファイヤー。選び抜かれたサークルのパフォーマンスをお楽しみください。クレイジークレフとは通称クレクレ、京都大学を中心に活動するアカペラサークルです。担当のスタッフの方にお話を聞いてみました。そうですね、11月祭は毎年10万人以上の多くのお客様を迎えております。関西最大級の学園祭となっておりまして、イベントをやったり、屋内でさまざまな展示があったり、まあ、数多くの模擬店が出展していたり、演劇が見れたりと、京大生が自らの知恵と、まあ、ユニークさを持って、まあ、出しているところが魅力だと思っています。客説不当時期不足っていう言葉がありまして、まあ、客説不当っていうのは、まあ、何回もくじけずに頑張ることで、時期不足っていうのが、まあ、勤め続けることみたいな意味でして、まあ、その言葉を励みにして、まあ、最後まで諦めずに京大学を目指して、この、レベルの高い教育をぜひ受けてほしいなと思っております。いかがだったでしょうか？次回の東進 TV 大学ニュースもお楽しみに。